はい、皆さんこんにちは。では今回は暇つぶしに最適な平面グラフ問題ということで紹介していきたいと思います。今回のこの平面グラフっていう話は、多くの場合ですね、理解するのは小学生でも理解できることが多いです。それなんですが、中学校とか高校で教科書で扱うことがあんまりなくて、割と初見で見るという方も多いかもしれません。じゃあまず平面グラフの説明しておきたいんですけど、こちらに平面グラフ3つ例がありますが、平面グラフっていうのは点と辺が組み合わさったような図形のことです。こちらちょっと規則正しい感じのが書いてありますけれども、どんな風に作ることもできて、なんかこんな感じでね、適当にこうやって、これも平面グラフです。頂点、この黒く塗ってるのが頂点、点と辺からね、なるような図形のこと、これ平面グラフって言います。ちょっと平面グラフの注意点としては、交差してるのはダメですね。例えば、この点とこの点をこうやって結んで、こういうふうにすると、ここでこう交差してしまうので、こういうのはダメ。だから立体交差してるのはダメなんです。道路を引くんだけど、道路がこう立体交差しちゃう状況はダメっていうことですね。それからもっと言うと、多重辺とかループって呼ばれるのはダメですね。多重辺っていうのは、例えばこの点とこの点でこういう辺が今あるわけですけど、もう一本こうやってね、辺を結ぶみたいな感じですね。2点に関して、引ける道路は1本までっていうことですね。そういう状況です。こういう状況はダメ。であとこの点についてここから出てきてここに戻ってくるみたいな、こういう引き方もダメ。これループもダメ。ループとか多重辺とか、こう交差するみたいな、こういうのはダメっていう条件なんですけど、条件としてはこれぐらいですね。こういう条件のもとに、いろいろなこう、平面グラフを書くことができるわけですね。で今回こちらに書いてある図形っていうのは、非常にこう、綺麗な対照的な形なんですが、それぞれですね、例えばこの上の図形については、全ての点から出ている道路の数が1本1本ですね。この点から1本出てる、この点からも1本出てる。でこちらの図形については2本ずつ出てますね。この点から2本出てる、この点から2本出てる、この点から2本。でこの図形については3本ずつ出てますね。1本2本3本、こっちについても1本2本3本、こっちも1本2本3本、1本2本3本ってことで全部3本ずつ出てると。でこの点から何本道路が出てるかっていうのをこう実数というふうに言います。なのでこの最初のグラフっていうのは全ての頂点の実数が1のグラフというふうに言うことができる。で次のグラフは全ての頂点の実数が2のグラフということができて、これは全ての頂点が3の平面グラフということができるということです。でこれと同じようなノリで、全ての頂点の実数が4とか5とか6とか7とか、そういうのを複雑なものをいろいろ作っていくことができるかなっていうふうに考えると思うんですけど、実はですね、グラフ理論の世界で一つ結論がありまして、いくらでも複雑そうなものを作れるように感じるんですけど、次数が 1,2,3,4,5、 次数が6か、全ての点で次数が6以上になるような、そういうグラフっていうのは実は作ることが絶対できないっていうふうに言われてるんですね。全ての点で次数が6ですよっていう平面グラフは作れないということが知られています。だから言い換えるとですね、平面グラフを作ったら必ずどっかの点は次数が5以下になっているというようなことがグラフ理論の世界でこれ証明されております。これについてはオイラーの多面体定理という道具を使って証明することができて、それ以前の動画で証明しているので、もしその辺興味ある方はぜひご覧になってみてください。ということで次数についてですね、 1,2,3 までは今あるのは確認できて、4とか5については、まだ今何も言ってなくて、6以上については絶対ないですよってことを今言ったんですけど、じゃあ今回ね、問題としてはですね、4とか5の話で、実際にねグラフを構成してみようっていうことですね。今回4の場合をね、ちょっと私これもやっちゃいたいと思うんですけど、5についてはちょっと皆さんで考えてみてくださいっていうことですね。じゃあちょっと4についてね、私ちょっとやりたいと思います。4はですね、全ての頂点で次数が4なので、なんかこういう感じに多分なってると。でできるだけ4本ずつ出したいんですけど、とりあえずこんな風に結ぶかと。そうするとこっちは4だけど、こっち3333なので、ちょっと上の方に1つ追加して、ここにね1個1個追加しようと。
で、ここも今3、3なので、こことここ結べば、これで次数がすべて4のグラフになってるんですね。ここの最初のこっち4だし、ここはね、こっち1個追加したんで4だし、ここも4だし、でここも1234、ね、で対照的でこっちも4、でこっちも4なんですね。これできてるということですね。まあこんなようなノリでですね、あの次数が5のグラフっていうのを、ちょっと作ってみてください、ぜひ、はい、この、全ての頂点の次数が5のグラフっていうのはあの作ることはできます。これはあの存在ちゃんとしてますので、ちょっと皆さんで、ね、自分で作ってみて、もらえると、嬉しいなと思います。で、あの以前ですね、こういう系の動画を出した時にあのちょっとコメント欄でですね、あの次数が5のグラフについてあのこんな風に作れますよっていうのを教えていただいたのがあってですね、それをちょっとこう真似して作ったものが私のブログの方にありますので、もし、自分で作ってみてですね、あの私があの作成した絵とちょっと比較してみたいという方がいたら、そちらのね、概要欄のリンクの方から、ちょっとそのブログの方を見てもらってですね、あの回答例をちょっと見てみてください。でこれについては作り方いろいろあると思いますので、まあ、一つの回答例ということで、あのもし皆さんが作ったものでグラフで、次数が全て5のものが作れれば、もうそれももちろん、答えになりますので、まあ、一つの回答例ということで見てみてください。はい、ということで今回あの平面グラフの、問題ということで、今問題出してるだけなんですけど、全ての次数が5の平面グラフ、まあ、こういうようなノリでですね、あの全部の頂点に5というね、こう数字がつくような、そういうようなグラフを実際に自分で構成してみてください。結構これ、作ってみると分かるんですけど、結構大変なので、ちょっとうまくね、こう辺を配置して、そういう図形をね作ってみるということでやってみてください。はい、ということで今回暇つぶしに最適な問題ということで、ちょっと問題を出すだけですけれども、ぜひちょっとチャレンジしてみてください。はい、ということで今回は、これで終わります。ありがとうございました。はい、すいません、ちょっと付け足しなんですけど、ちょっとこういう問題ね、やってみてくださいっていうことで今終わってるんですけど、せっかくならっていうことで、皆さんがね、そういうグラフとか作ったら、それをツイッター上にね、ちょっとこう、表現してもらったらですね、ハッシュタグこういう式変形チャンネル課題っていうのをつけてもらったら、私の方で ある程度できてそうだなと思ったらどんどんリツイートしますので、まあ、もしよかったらこのハッシュタグつけて、Twitter 上にちょっと画像を上げてください。 YouTube のコメントだとねちょっと画像できないんでね、ちょっともしよかったらそういう形でやってみてください。はい、ということでちょっと付け足しでした。